こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の部屋着というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。最近はですね、なかなか外に出づらい状況が続いていまして、皆さんもですね、結構部屋着で過ごすことが多くなっているのかなというふうに思っています。僕自身も結構インドア派というよりはアウトドア派で、休日というとつい外に出たくなるんですが、今はですね、我慢のタイミングかなと思ってまして、結構家で過ごすことが多いんですけども、そうするといつも以上にですね、部屋着で過ごす時間が長くなってくるかなと思うんですね。そうなるともちろんですね、外に着ていく服というのも大事なんですが、家で心地よく気分よく過ごすための部屋着というものもですね、結構重要なんじゃないのかなというふうに思っています。もちろんですね、部屋着というのは着慣れたもので楽なものがいいかなと思うんですが、あまりにですね、着古したものだとかリラックス感がありすぎるものだと、どうしてもですね、休日をダラダラと過ごしてしまいがちなので、着ていて気分が上がる部屋着というのをですね、僕ら大人世代は用意することがすごく大事なのかなというふうに思っています。ということで、今回の動画では僕自身が実際に着ている部屋着を持ってきましたので、こちらに着替えながらどういったところに気を配っているのかをですね、皆さんと一緒にシェアをしていきたいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。実際に着替える前に、部屋着におけるですね、僕が重視しているポイントをいくつか皆さんとシェアをしたいなと思うんですが、まず一つ目は着心地がいいこと。ここはですね、絶対に外すことができない項目なのかなというふうに思っています。この点に関しては皆さんも納得していただけるかなと思うんですが、どんなにかっこいい服でも着ていてリラックスできなかったら、部屋着としてはですね、あまり適していないのかなというふうに思っています。大切なのはそれを着た状態でいかにリラックスできるかなので、まずはストレッチがしっかりと効いていること、ここはですね、ものすごく重要なのかなというふうに思っています。最近の服はストレッチの効いているものも結構増えたので、割とこのような選択肢というのは身近になったかなと思うんですが、このストレッチ性というところはまず僕の中では外せない項目かなというふうに思っています。そしてもう一つ、着心地において重要なのは肌触りの良さなんですよね。このパーカーなんかもそうなんですけども、直接肌に触れた状態で心地がいいかどうか、ここはものすごく重要なんですね。肌触りがザラッとしていてちょっと嫌な感じがするだとか、そういう服というのはやっぱりですね、着ていてリラックスができないので、ストレッチ性だとか肌触りの良さというところはまずですね、絶対に外せない項目かなというふうに思っています。そして2つ目に大切な項目なんですけども、汚れが目立ちにくいということですね。部屋着というのはですね、結構長い時間着てますし、それを着た状態で食事をしたりだとか、あとは子供と遊んだりすることもあるので、それを着ている状態であまり汚れが目立つものだとですね、気を使ってしまうんですね。ですので結構大切になってくるのが、汚れが目立ちにくい色なのかどうかというところですね。僕はですね、結構白いニットとかが好きだったりするんですが、白のニットなんかはですね、まさに汚れが目立ちやすいので、そういったものはあまり部屋着にはですね、適さないのかなというふうに思っています。そして3つ目に大切なのは価格帯なんですね。これは安すぎてもですね、気分が上がらないし、高すぎると気軽さというものが損なわれてしまうし、この両極端っていうのはあまり好ましくないんですね。安すぎず高すぎずというところで商品を選んでもらうとですね、結構バランスを取れた部屋着というものが選びやすいのかなというふうに思っています。このあたりを考慮した上で、僕が実際に着ているものにですね、この後着替えてみたいと思うので、ぜひそちらも参考にしていただければなと思っています。はい、着替えてみました。どうでしょうか。こんな感じで、特に秋とか冬に関しては僕は部屋着として活用しているわけですね。簡単に解説をしますと、まず上に着ているのはスウェットになりますね。これはですね、実は以前ですね、こちらの YouTube チャンネルでも解説をしたんですが、グローバルワークのエアクッションシリーズのスウェットになるんですね。これがですね、去年買ったアイテムの中ではかなり気に入っていまして、今までですね、僕はスウェットというものをあまり着ることがなかったんですね。スウェットイコールかなりカジュアルな印象があって、なかなか僕ら世代には似合いにくいのかなと思っていたんですが、こちらのスウェットに関しては結構ですね、見た感じも上品に見えるんですね。僕は2色購入したんですが、こちらのブルーとあとはベージュがあるんですけども、どちらもですね、少し大人っぽい上品な色合いになっているので、結構これだったら僕ら世代でも着やすいかなというふうに思っています。で、シルエットに関してもタイトなものというよりは少しですね、最初からゆとりのあるような設計になっているんですね。それがですね、ちょっと今っぽさというところも溢れて、僕ら世代にも着やすいかなというふうに思っています。で、このエアクッションシーツというのは何といってもですね、着心地が最高なんですね。先ほどもお伝えした通り、僕はですね、ストレッチ性だとか軽さだとか
肌触りの良さというところをすごく重視するんですが、これはまさにですね、この三拍子の揃っためちゃくちゃ着やすいアイテムになってるんですね。とにかく軽いし動きやすいので着ていて全くストレスがないんですね。ですので最近はこちらを自宅用の部屋着として使ったりだとか、あとは事務所で過ごす時にはですね、こちらの色違いであるベージュを着るようにしてるんですね。まあこれが着心地が良くて僕自身満足度がめちゃくちゃ高いですし、今もですね店頭で売ってますので、ぜひ皆さんにはですね機能的な部屋着としてチェックをしていただきたいなというふうに思っています。続いてボトムスについて解説をしたいなと思うんですが、こちらはですねノースフェイスのアルパインライトパンツというものなんですね。こちらに関しては僕の中では大定番で、もうですね7年近く使っているアイテムなんですね。もともとこのアイテムというのは登山用のパンツではあるんですけども、非常にですねストレッチ性が効いていてめちゃくちゃ動きやすいのと、あとはシルエットがすごく綺麗なんですね。なかなかちょっと足元まで見えなくて恐縮なんですが、着心地はリラックス感があるんですけども、形はかなり細身で贅沢ではあるんですが、こちらを部屋着として使うようにしてるんですね。こちらはかれこれですねもう3代目のアルパインライトパンツになるんですね。それぐらい僕の中では定番的な位置づけになっていまして、便利なのがあまり季節を問わずに使える点なんですね。真夏だとさすがにこちらだと暑いので短パンを履くんですが、それ以外の春夏冬に関してはこちらで十分に対応ができるので、そういった点もすごく使いやすい点なのかなというふうに思っています。まあ、価格はですね1万5000円前後と決して安くはないんですが、1回買えばですねかなりタフなので長く使うことができるのかなというふうに思っています。まあ、このように僕はですね今はグローバルワークのスウェットとノースフェイスのアルパインライトパンツをですね組み合わせながら部屋着を作ってるんですが、ただこちらはですね部屋着と言いつつも、僕はですねこちらをワンマイルウェア的にもですね活用してるんですね。例えば近くのコンビニに行ったりだとか、スーパーに買い物に行くときにも基本的なこちらはですね着替えずに、この上にサクッとですねアウターを羽織ることでそのままですねワンマイルウェア的にも活用してるんですね。そういったときに今回選んだようなこのようなアイテムを着ておけば、そのまま外に出てもそんなに恥ずかしいことがないので、そういった点でもですね重宝してるんですね。よくですねだらしない部屋着で外に出た時にたまたま知り合いにばったり会ってしまったってこともあると思うんですね。そういった失敗をしないためにも、ある一定基準のですね部屋着というものを揃えておくと、すごくですねワンマイルウェア的にも活用がしやすいかなと思っています。基本的にですね部屋の中ではこのような着こなしをしてるんですが、これだとですねちょっと肌寒いなと感じる時があるんですね。そんな時には僕はこの上にですねインナーダウンを着用するんですね。寒がりの人にはこれがあるとさらに部屋着というものが充実するので、この後ちょっと上に羽織ってみたいと思っています。はい、ということで上にですねインナーダウンを羽織ってみました。こちらもですね動画の中で何度か解説したので皆さんもご存知かなと思うんですが、インナーダウンの専門ブランドである太陽のものなんですが、これをですねセットの上に1枚重ねるとどんなに寒い日でも対応がしやすいかなというふうに思っています。家の中でガンガンに暖房を効かせてあるのであればそこまで寒くはないんですが、僕はですねそこまで強い暖房はつけないので、意外とですねこういったインナーダウンを室内で着用するようにもしてるんですね。そうするとこれを着たままですね簡単に外出もできたりするので結構便利かなというふうに思っています。一応インナーダウンはいくつか持っていまして、本当に寒い日はこういった長袖の普通のインナーダウンを着ていまして、もう少し暖かい時にはダウンベスト型のものをですね羽織ることで体温調整をするようにしています。このように真冬であってもですねこのままワンマイルウェア的に活用できるような様々なアイテムを持っておくとすごく便利かなと思うので、ぜひ皆さんもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では大人の男性に似合う部屋着というテーマでお話をさせていただきました。まあ、今回お伝えしたように部屋着というのはですねある程度の着心地の良さと見た目の良さ、ここをですね両立できていると非常に使い勝手がいいかなというふうに思っています。そして結構大事だなと思うのは、長く着ていて飽きないかどうか、気分がいいかどうか、ここもですね結構大事かなと思っています。その点ですねユニクロで部屋着を揃えることも十分可能かなと思うんですが、それよりもですね少し価格帯を上げてグローバルワークのこういったスウェットを着てみたりだとか、あとはノースフェイスですね、
こういったアウトドアブランドであっても結構部屋着には使いやすいアイテムも多かったですので、そういったものを活用しながらご自身なりのですね、心地が良くてテンションの上がる部屋着というものをですね、この際に作ってみるのもすごくいいのかなというふうに思っています。まあ、今回はですね、秋冬バージョンをお届けしましたが、これから暖かくなってきましたら春夏バージョンもですね、改めて僕の中で新調したいなと思っていますので、そちらもぜひ皆さんにご紹介をしたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。こちらのチャンネルとはまた別にですね、さらに詳しいファッションの情報をお届けしています YouTube のメンバーシップというものも運営していますので、ぜひよかったらそちらもご覧になっていただければなと思っています。それではまた次回の動画もお楽しみに。